ロンパクチャンネルです。ケイさんです。ロンです。見てこの迷惑そうな顔。今回は山梨旅行の2回目。今回は伊沢ビューホテルさん。40代50代の人はあの昭和感感動すると思います。ぜひその様子ご覧ください。 VTR スターティン、流行りのスターティン。これでチェックインします。伊沢ビューホテル入ってる？畳が出てる？入ってるよ、すごいね。おすごい。お邪魔します。見るじゃん、すぐ外が見える。お、外が見えるタイプだ。おーすごい、ね、はい、すごい。専用のお部屋だよね。3部屋しかない。3部屋しかないんだ。おとなしくしてんね。おとなしくするしかないね。203階段があって、で、左に曲がる。一番狭い。ここですな。あ、よいしょ。あら、こういう作りか。10畳4畳って書いてたけど、こういうことなんだ。広いね、じゃあ。え、何そこ。え、何そこ。どっちが正規の入り口だ。でもこっちか。まずここが和室。ここがある。寒いかな、夜は。ありますよ。じゃーん、もう布団が敷いてある。広いね。10畳とかだったよ。ここは10畳だけどさ、こっちは、こっちだって相当あるよね。これならこれでも大丈夫じゃない。持ってきちゃってるけど。あ、そう。ヘッドシーツもあんじゃん。2枚って書いてた。相当あるよ。ビッグサイズ。めっちゃいいじゃん。消臭スプレーの上っていうのもある、うん、あ、これならお前ら大丈夫だね。はい、そして冷蔵庫チェック。でん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 。すごい、1989年製だよ。34年前。素晴らしい。だってまだ稼働してるんだよ、うん、ちゃんと。これは豪華です。え、待って待って、専用のスキン商品が用意した。ティッシュ2箱。どれどれ、これか。わー、古いね。ユニットバス。一応バスがついてる。まあでも温泉だからね、うん、あ、パンじゃない。ここはもうおむつ案件だな、うん、注意事項。フロントで見せてもらったやつだね、うん、ね、してた。ちょっと入ってもらっててさ。そうなんだ、ね、二ほどきしようか。はい、よかったよかった。タオルとガタ、歯ブラシ。はい、おむつしてね、ハクちゃんたち、おむつしたよ。うんうんうん。ごらごら。ほら。宝箱。ほらら。自分を見てるロンちゃん。ロンちゃん。このハンサム。オラってやっぱイケワンだな。お茶入れる？いや別に。私が飲みたいんだけど。じゃあ入れなさい。聞くない。山梨は山梨グリーンゾーン旅割4000円。ギリギリだったよね。お宿取んのもさ難しくてさ、うん、売店とかで使えるんだ。2人だと余すぐらいだね。ロンタ、テレビ番組。あ、すごい。昔のあれね。ほら、クマと一緒に並ばないの。クマに負けてない？巨乳。巨乳。巨乳。スケベがバレちゃう。ハクちゃんも見に来た。ロンちゃんも。ハクちゃんは食べられた。ねえ、そこ出れそうじゃない？出ちゃダメだと思う。こちらの庭みたいになってんだよ、ここ。うん。柵とかないから出ちゃいけないはず。いい子に散れるよ。ね、どうする？二人と宿周辺お散歩しようと思います。この宿はドッグランがあるわけでもないし、ワンちゃんのお部屋はね3部屋しかなくて、何かねワンちゃん施設があるわけじゃないから、お散歩してみよう。ここはホテルね。桜温泉通り。おもちゃのデコちゃん。
手持ち屋さんだったのか。ルンちゃん行かないよ。すいません。他のホテルにチェックインしようとして。ルンちゃん。おしゃれなお店ある。ショットバー、カフェ。おう、こんな素敵な小道が。楽しいね。楽しい。いいね、ここね。楽しいね。ここが？あそこの外席。え、めっちゃ、めっちゃいい。あったかい時だけか。めっちゃいい。ここも？ここは喫煙所か。あくちゃん、なんかついてるよ。ついてるよ、なんか。うん。はい、かわいいでしょって。ラウンジ。滝がある。出れるんだ。お部屋に戻ろう。出ないの？いや。出ないの？いや。出ないの？嫌になっちゃった？気に入っちゃった？それ。出ていいよ。出ていいよ、二人とも。出ない？お、出た出た。お、出た出た。うん。リードここに置いといて。なんちゃ、なんちゃ。出ておいで。安心する？そこが。置いとくじゃん、お部屋に。はい、出ておいで。はい、出ちゃう。はい、出た、出た。さらに出てます。温泉行くってよ。あくちゃんは行けない。あくちゃんはゆうちゃんとお留守番しよう。ね。はい、いってらっしゃい。この格子がさ、温泉旅館みたいでいいね。はい、いってらっしゃいって。大丈夫よ、はい、ご飯に行ってきますね。ごめんね、またちょっと待ってて。寝ててちょうだいね、いい子だね。お、ここがお食事。みんまるさん、うん、お鍋と釜飯と、なんだろうな、これメニューある。これ。あ、多分。山梨県の梅酒。乾杯。豆乳ごま鍋、これ頼みました。おお、はい。いいね。いただきます。あっちっち、あっち、あっち、あっち。あっちっち。おいしい。どの順番で飲むのがいいのかな。なんてやつ？カツ。カツ。適当に食べちゃった。スペアリブね。すごい。あ、はい。スペアリブ。これが前菜か。かぼちゃのキッシュ。おいしい。おいしい。この辺も食べないで。やばい、ごちそうすぎない？忙しいな。そのものちょっと食べよう。これが好きなホタルイカ。飲み比べだから飲み比べないとダメか。一つを一気に順番に飲もう、飲んでしまうところだと危うく違いが分かんなくなる。ほら、一気。あ、ちょっと辛い。熱き心。ああ、違う。これは水だわ。なんだこれ、一番飲みやすい。この3つの中でこれ一番飲みやすい。やばいっす。全然お水じゃない。辛い。お酒だった。全然お水じゃないよ。お鍋もうまい。お
これスペアリブなんかゆうちゃんのでかくない？ほかんこしていいよ。これの方が分厚いのか。変わんないけどな。めっちゃかわいい。ほらね、おいしい。秋葉じゃないのこれ。そうだ、道明寺みたいじゃない？うん、うん、道明寺だ。甘くはないよ。プラエビ湯葉道明寺。刺身は日本酒だね。おいしいスペアリブ。いい匂い。香味焼き、うん、ボリュームがやばいな。これ何？これそれなんだろうね、なんかわかんない。お茶っぱみたいな。一緒に食べよう、うん、上に乗ってるのなんだろう。あ、美味しいからいいね。うん、美味しいね。黄味噌だ。美味しいね。あ、見てこれ、ちょっと桜エビ、グリーンピース、桜エビ、ピンクだね。グリーンピースのご飯なんて給食以来だ。お豆ご飯ね。茶色のイメージだからさ、釜飯ってね。え、五目釜飯のイメージだもんね。うん、やばい、お腹いっぱいなの。お願いします。タラの目つみで、ご飯を開けたらお吸い物出してくれた。おいしそう。お漬物もおいしそう。こういうのが何気にね。お漬物大好きだから。ちょっとまあかわいい、こんなに綺麗な色ね。みんなん食べた？美味しかったよ。嫌いな。嫌いだよ。余力があれば、ね、真向かいのラーメン屋気になったんだけど、ね、行くの？食えない。やっぱりペアリブってさ、この皮美味しくない？美味しい。ここが一番美味しいよね。薄皮でしょ？これ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 。分かる人はグッドボタンお願いします。うん、美味しい。店物もおしゃれだね。お吸い物、上品な味。こういう品数を一気に食べることがないからね。嫌味言ってる？いやいや、たまにはそういうのが必要だ ね。うん、やっぱ若い時ってさ、見た目いいよね。食べきれないのがあれば食べますよ。ご飯、肉じゃなきゃや、漬物じゃない。もうないよ、ケーキ食べた。今日はやる相手がいない。あくちゃんがいないから悲しいね。きなこプリンだった。うん、持ち上がっちゃった、うん、デザート腹いきれいだ。はい、満腹でござる。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだね。お腹いっぱいですよ。こっちにゲーセン、ゲームコーナーに行ってみよう。範囲がなんかいろいろある。すごい。あ、誰この達筆、演歌歌手の人。すごい、はい、小山律子だ。ボーリングの人、中畑清。誰？中畑清ってプロ野球選手じゃん。え、来ました。おー、何これ。わかんない。あ、まああれだね、リンゴゲームみたいな。景品、景品出んの？この中が景品だ。いらないな。ほら、ニュー UFO キャッチャーだよ。欲しいものがない。綺麗なニュー UFO キャッチャーめっちゃ綺麗だね。なるほど。お、古いじゃん、4番。マリカ。これかわいいね。マリカセット4番。あれかな、あの黄色いやつかな。あれ1個狙ってる。うん、狙って。1と4だから。1も欲しいの？鍵同じとこにある。うん、ダブルで？ダブルで取れる。ダブルで頑張って頑張って頑張って。これこう回るんだよね。え、なんで？取りながら、ほら。あ、本当だ。どうして？取りにくいよね。あーもう一回やる。頑張れ。回りながらちょっと奥に行くってことが分かったから。あ、一回目はじゃあその観察の違うな。うん、ちょっと手前すぎたな。でもあ終了。
もういいです。まあいいです。さよならマリカ。ドキドキに200円を払う。そうそういうこと。そういうこと。あそこ行ってみよう。お水が流れてる。おひなさま、川床みたいになってる。お風呂の方からだとなんか外に。あーすごいね。ロンパクちゃん待ってるから。そうね、待ちぼうけだね。ここがお風呂。こっから出れるんだ。わーすごーい。いるいる。錦鯉。わー。いいね。昭和だよね。ね、昭和のさ、お高級ホテルだよね。昭和のホテルだよ。うん、バブルのさ、匂いする。あ、すごい錦鯉がすごい。わーわーわー、いっぱい来た、いっぱい。わー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 。わー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 。パパパパパ。お風呂から上がったらここで、うん、ね。お風呂の涼み場所なのかな？お風呂もなんかやっぱ風情ある作りしてる。お部屋に戻ろう。どうかな。食べてない。無音ですね。あんまないな。はい。疲れてお休みしてたんでしょ。はい、お待たせ。あー、また。あー、お待たせ。お待たせ、お待たせ。お水こぼれる、お水こぼれる。はい、めちゃくちゃじゃないか。はい、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 はい。はいはいはい、ちょっと待って。はい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 、待て待て待て。お座りは、お座りは、お座り、お座り、あく、お座り、手ってダメよ、手ってダメ、ダメ、お座り、お座りして、そうだね、お座りでしょ。待て、よいしょ、あー、よいしょ、はくちゃん、それはくちゃん、ちゃんこっち、はい、おいしい、はい、ごちそうさま。温泉は、ねえ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 、聞いて、なんと、貸し切りでした。ケン君、誰かいた？二人。立派な岩風呂。内風呂が厚めで、露天風呂はさ、ぬるめだった。うん、ぬるめだった。加温してないって書いてあったね。で、暑いのが好きな方は、湯巡りしてくださいって書いてあった。15時から18時と、20時から22時まで。全部入れる。お風呂の規模的にはそんなに大きくないからね。いいお湯だった。昇仙峡の大きい岩をイメージしたみたいなダイナミックな岩風呂だった。ホームページの画像を貼っときます。うん、ホームページのお風呂画像を貼っときます。こんな感じでして。温泉来たなっていう感じで気持ちよかった。時間も結構長く入れるからいいよね。深夜2時まで、朝は4時から。素晴らしい。というわけでいっぱいやろうのコーナーでございます。サンガリア、クエン。どれ？これはエルチキ。半額のエルチキ。あーまだ。ロゴソンサンガリア置くんだね。パクちゃんご飯食べてた。ロンちゃんもご飯食べてた。俺はファミチキ派だけど。うまいけど。ご飯でなかったのかな。と言いつつさ、いつも食べてるよね。あ、これグレープフルーツだ。レモンだと思ってた。いや、なんでレモンが良かったね。いや、美味しいかな。グレープフルーツはちょっと甘めなんだよね。甘めだこれ。なんかお酒持ってた氷結が。氷結買ってこいかな。自販機。どこ？どこ行ったんだよ。どこ？団体の人が、うん、いたね。真剣にミーティングしてた、うん、監督らしき人が。今日はね猫バーンって木下優香じゃん。誰がわかんだよ。もう忘れてるよみんな。だから鶏軟骨コンビニなのに半額。うん、コリコリ言ってる。うまい。コンビニすげえな。お部屋でね、眠いね、あくびして。めっちゃグレープフルーツって書いてる。飲みながら今日振り返りますか。今
今までの宿の中で一番ワンコの宿泊費が高いです。3000円。でもその分アメニティもしっかりしてくれてる感じはするけどね。3部屋だけなので、うん、この部屋一番大きい。一緒に見よう。ほらこんなに違うよ。大まかには同じだと思うけど、うん、だからさ、もともとはさセミスイートみたいな、うん、そういう扱いのお部屋をワンちゃん用にしてくれたんだと思うよ。だからありがたい話よ。作った時はそういうことはなかっただろうから。そう、3つしかないからね、泊まれるホテルがね。だからありがたいよ。いいお部屋だったんだと思うよ。だからやっぱ館内は抱っこもダメだし、うん、もちろんリードとかもダメ、ね、で今まで泊まった宿の中では一番そこは厳しい、うん、でもお部屋に入っちゃったらさ、まあ他と変わんない、うん、移動だけ、うん、散歩行く時も一回バッグに入れて出て、そういうのが気にならなきゃ。どれ食べる？ピーナッツ餅。あ、それ食べたい。平和堂さん、地産地消って書いてある。あー、すごい。開けた途端この香りが。美味しそう。気になる。海苔の香りする。海苔だね。海苔が強い。ピーナッツ歯ごたえ。甘くない湯べし？甘さ控えめの湯べしに海苔混ぜたみたいな。食べたことないな、うん、ね、面白い。美味しいか美味しくないかって言われるとまあ普通だ。一度は食べてほしい、うん、興味ある人はぜひ食べてほしい。そう、食べたくないこれ、うん、じゃあちょっとテスト取ってきて。取ってきてあげたいのに山々なんだけどって顔。チャトンが全部食べられるの？だって開けたらもう食べるしかない。辛くて美味しいこの柿の種。また寝るだけですね。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様。おはようございます。お布団で寝ました。おじさんだけ。かくちゃんとロンちゃんは寝袋です。ロンちゃんもぐっすり寝てたよね。ゆうちゃんに抱っこしてね、ぴっとりくっついてね寝てたよね。ロンちね、おばさんはお風呂に行ってきました。なんと貸し切り、2日連続貸し切り、ね、6時ちょい過ぎだから。僕も今から温泉に入ってきて、その後お食事ですね。お風呂に行ってきます。ナイティン君が帰ってきたよ。親父スタイルどうだった？朝ごはん。よいしょ。よいしょ、無理、もうちょっと。よいしょ、はい、マイクちゃんだ。あ、ロンタが早速。うん、かわいい。ロンタのうんち、ごちそうさま。こっちに2人で入ったんで。朝ごはんは、朝ごはんこっちで。大丈夫？本当？すぐ帰ってくるね。ね、口頭がある。口頭嬉しいね。今回食べる予定ないもんね、ほんと。コーヒーもあるし。いただきます。いただきます。専用のの苗木の、うん、食べよう。これはおかわり案件だな。これ美味しい。このお野菜おいしい。マーニャカウダみたい。だし巻き甘い、うん、甘い卵だ。うなうなった。まず納豆もある。どれどれ。一緒に。おかわりはいかがですか？いただきます。気が利いてるね。自然に身につくんだろうね。安心感半端ないね。それ多分スキミソ。カロリーできないね。ほうとうもあるしな。みたいしない方が。本当ってやっぱこの味噌が美味しいよね。うん、美味しいね。うん、ちょうどいいわ量は。最初のご飯小盛りにしておいてくれたから食べられそう。コーヒーをもらって。うん、ヨーグルト。料理は申し分ないですね。ご当地ものがこう入ってるのは嬉しい ね。朝からね、和食だから食べやすいよね。梅干し
干しと緑茶。おばあちゃんのお茶漬けってさ、漬物なんだよね。美味しいんだよね、漬物とお茶って。多すぎず少なすぎず、人によってはあれだけど、なんかいいよね。ハイキングにはない良さがあるね。すっからかん坊です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。中井さんもすごい気の利く方でおかわりができました。今のところ何も聞こえない。ぎゅうぎゅう。わあ、うまかったよね。ありがとうね、お留守番。葉っぱ体知ってる？葉っぱ体。じゃあチェックアウトします。素晴らしいお部屋でした。ホームページに偽りありです。そう、ホームページよりも広いです、うん、米田コーヒー現象。この部屋が一番広いっぽいけどね。他の2つは分かんない。世話になりました。ありがとうございました。遊びに行こう。ハウスしてください。さっきね、置いてかれたからね。さっき騙されたからちょっと警戒してちょっとね、この状態でチェックアウトします。はい。荷物が多い。うん、持てる持てる。なんで嫌なの、なんで嫌なの。ちょっと来いよ、見に行こう。2人に来いよ、見せよ。あ、なんかちっちゃいのもいる。じゃあ立派だね。なんだこのちっちゃいのね、かわいいね。鯉の餌も売ってたからね。なんて読むでしょうか。 A ちゃん。なんで A ちゃんは矢沢だろうって言わないと。そうだよ、伊沢。伊沢だろ。伊沢だ。ボケが分かりづらいんだよな。発表します。まず1泊2食付き、お一人 13,735円でした。夕食でお酒を頼みましたので990円。あとペットが1匹 3,300円、合計が35,060円。あと入湯で旅行支援が 20%今回ありましたので、6000円上限でね、3000円なんで、上限まではちょっといかなかった。5000円も値引き。これでクーポンが4000円。うん、うちらのお部屋超良かったもんね。良かったね、うん。この後は笛吹きフルーツ公園行きたいと思います。行ってみよう。やってみよう。ホテルの様子いかがだったでしょうか。万歳万歳。いいホテルだったね。どこが良かったですか。目が泳いでる。老舗ホテルですね。老舗感が良かったと申しております。昭和を感じるねと申しております。申しております。平成世代のこのワンコ、お値段も非常に安かったですし、山梨の旅割もですね、直接ホームページから行ったらできたんですよ。旅行サイトがダメだったら直で問い合わせるのも大事だね。直接問い合わせをしたらまだ枠があったので使えた。悪かった点は3000円はちょっと高いかな。2000円ぐらいだとありがたいですか。車じゃないとやっぱりきついのね。あそこゲージで移動ができないといけないので、折りたたみのあれもあるけどね。あとお食事が同伴できないから、お留守番させるの嫌だなっていう人はちょっと自信、うちの子は大丈夫だよっていう人はいいんじゃないかな。よかった点は食事は本当に、まあ、バイキング慣れしてる我々からしたら解析はあんまり得意ではないんですが、中井さんがちゃんと見てくれてたので、スムーズにストレスなく食べることができました。量も良かったですね。ちゃんと温泉ね、どちらかというと犬が楽しむというよりも飼い主さんの方が癒されに行って、旅館だけで言えばね、温泉を楽しみたい、食事を楽しみたい、調和感を感じたいっていうところですね。なので我が家は着く前にたくさん楽しんでもらう、そうだねというプランがおすすめです。次回トラブルあり、波乱万丈公演、え、そうなの、交互期待、バイビー。